チさん。いけるん。配信したかも。今どうやって分かるの？いや、だから初めてやるんだけど。リッキー、チェカのレッツ深呼吸。はい、始まりました。なんか急だったね。なんか時間のってじゃあ今あれ始まってるどうみたいな、ちょっと、ね、焦りました。はい、1月29日あ、はい、チーンって大丈夫か、大丈夫か、聞こえたかな今の、ちょっとドタバタね。え、下にあのね、ちょっとリキさんの携帯が落ちちゃった。リキさん今一応放送中放送中だから今、はい、はい、1月29日のね、はい、6時を回りました、レッツ深呼吸、ね、今晩の放送は、ちょっとゲストさんいないんですけど、試験的にですね今、ツイキャスの皆さんはね、まあ、こういうなんていうかな動画、うん、あ、だいぶ遅れてね、なんか今日のちょっと違うね。あ、大丈夫これ、大丈夫です、こっちで配信してる。ああ、そうなんだ。今ビュアーになってます。ああ、はい、じゃあね、気にしないようにしましょうね、はい、今日はですね、ちょうどゲストさんがいませんので、ちょっと最近気になってた、うん、ショールームをね、ショールーム、配信しながら、うんうん、はい、あ、現在、登録中です。大丈夫かな、ちょっと実際配信してるかどうかわかんないんですけど、はい、そんな感じで、そうそう、ちょっとショールームをね実験的に、今やってます。あ、これショールームって、はい、で、まあ、そのショールームについてですね、うん、ちょっといろいろ話したりしたいなと思ってですね、うん、はい、今日は1時間、うん、はい、いろんな、だからこういった、ツイキャスとか、うんうんうん、ニコ生とかね、ニコ動とか、うんうん、YouTube とか、うん、そういった個人で配信するのっていっぱい出てきてるんだよね、うんうん、その中でも今すごい注目されてるこのショールーム、へえ、もう僕も今勉強中なんだけど、うん、まだ使い方ってか全然分かんなくて、うん、てか今日初めて知った私。あ、でしょ、はい、でそういう人も結構多いと思うんだよね、うん、で それについてちょっと深掘りしていきたいな、はい、知ってる限りでね、うんうん、話していきたいなと思って、実際こう動画をねショールームで配信しながら今やってますということで、はい、まあ今日はですねそんな時間にしたいなっていうのと、どんな、もう1月もう終わりだよ、もうねえ、もう本当に早い、来週からもう2月だよ、ま、ね、そう、2月もまた28日まででしょ、あ、早いよ、もう今年1年の目標の、うん、もう12分の1がもう過ぎようとしてるからさ、うん、あ、もう、あ、ダメだ、聞きたくないダメダメ、いやいやいや、今年ね、うん、いろいろ目標掲げてるんで、はい、それ達成するためにね、うんうん、今年は行動っていうことをねテーマにやってますんで、はい、実際1ヶ月、うん、行動できたかなとかね思いながら、うんうんうん、ちょっと、自分なりに振り返って見てるんですけどね、うん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 、まあ本当に明るい感じになってきてて、ね、うん、今日もあったかかった、半袖の人もいたしね今日。あ、そうなの、はい、いましたね。いやでも基本的には昨日一昨日ぐらいもね、うんうんうん、朝方13度とか、うん、朝方夕方はやっぱ冷えますよね、うん、沖縄でもちょっとねひんやりしてるような感じが続いてますけど、うん、全国的にもねインフルエンザがすごい流行ってて、うん、で昨日かな、まあ明日から出張ってことで、はい、
マスクを買いに行ったわけよ、うんうんうん、ドラモリに、うん、そしたらこのマスクコーナーのでかさっていうか、うん、種類の多さにびっくりしてさ、へえ、そんなにあるの？めちゃくちゃあるよ今。まあ色はあるのは知ってるけど形も違うってこと？もうあのだから小顔に見せるタイプとかさ、あのウケるサイズもそうだけど、うん、もういろんな用途によって、うん、あのマスクが全然もういろんな形があって、へー、で、あのしばらくどんなのがあるかなって見てたわけ、時間がちょっとあったから、うんうん、でまあ出張に何持っていこうかなと思ったら、大概こう白じゃん、うん、白じゃない方がいいなと思って見てたら、うんうんうん、あの色付きのがあったんだよ、うん、しかもなんか最新型のね、うん、なんかスポンジみたいな、あれウレタン製かな、スポンジっぽい感じですごく軽くて、へ、うん、あのカラス口みたいな感じのやつなんだけど、うんうんうん、これが、ダークグレーと、うん、明るいグレーと、うん、あの2種類そこにあったんだけど、うんうんうん、なかなかいい感じだったからさ、うん、まあ、スーツでも合うかなと思って、うんうんうん、もうみんなもうあっちこっち見たらもう白いマスクばっかりじゃん、うん、だからそれじゃ あのつまんないなと思って、うん、あのそれ買ってみたんだけど、うんうん、なかなかいい感じで、うん、それ持っていこうかなと思ってんだけど、ピンクにすればよかったのに。え？ピンク。なんでピンク？おかしいだろうね。いや、あるよねピンクってね。あのだからそうそう、ピンクっぽいので、うんうん、この辺にあの花柄とか絵柄があったりとかね、可愛い系も結構いっぱいある。へえ、そんなのもあるんだね、うん。すごいだから種類があるのびっくりしてさ。もう一昔前の僕らは、うんうん、もう単純に白のね、うんうん、あれであの布のやつね、うんうん、10枚入りなのか20枚50枚入りなのかね、うんうんうん、あんなので普通にもう使い捨てだからと思ってたんだけど、うんうんうん、もうこんなに種類があると思ってびっくりした。まあね、今使う人はたくさんいるからね、確かに、うん、まあね、本当にあの人混み、東京とかも都会だともう人混みだらけだからさ、うんうんうん、満員電車に乗ったらもうね、あの風邪うつっちゃうとか、うん、今ね風邪だけじゃなくてなんだっけ、あのはしかとかね、うん、ああいうのも流行してるみたいだから、うん、ちょっとね気をつけないとね、はい、大事な時にもう寝込んじゃったら意味ないじゃんなっちゃうからさ、うん、ね、その辺気をつけてね、はい、行きましょう。ということで、今日もね1時間お付き合い願いたいと思います。 FM ギノワンレッツ深呼吸、この放送はいつもカンペ見てんだけどね、阿蘇山の天然水を贅沢に自宅のサーバーで飲めるプレミアムウォーター、ブライダルリングのムクベル、トータルビューティーサロン M グレイス、空調、水回りのことなら水回りのことならお決めは設備以上の提供でお送りいたします。もうねヒヤヒヤするね、やっぱりね。これ大丈夫かな、ちゃんと配信なってるのかな、これ今やってるってこと、現在投稿中ですみたいな感じになってるけど、配信中なので対続きません、うん、フェイスブックか何かで流れてるってこと？いや、これはだから、あの、ショールーム、うんうんうん、これ全体像をちょっと見たいんだけど、どうなってるかな、これでいいのかな、あー、ここに、うん、なんかね、急に様子が出てるってことは配信はされてるみたいな、配信されてるってことなんだよね、こうなんだろう、ツイキャスとかみたいにこういうふうにされてるってこと、へぇ、うん、はい、では、はい、失礼します、はい、撮ります、僕が強調しますみたい、はい、チーズ、はい、いやショールームの人もこれなんだろうっていう感じで見てると思うんだけど、初めて見たら、これショールームで検索したら、うん、なんかそのアプリ、アプリ？アプリじゃん。ショールームをね、ご覧の皆さんは、今沖縄県の FM ギノワン
から放送してます、毎週火曜日6時から1時間生放送の別深呼吸という番組をお届けしてます、うん、なんかね、沖縄に関してコメントがありましたらよろしくお願いします。ツイキャスの皆さんも合わせてよろしくお願いします。はい、まあ、番組に関する、お問い合わせとかね、うん、メッセージありましたら、797どこ行った？あ、いたいた、あっち向いてる、アットマーク fmgino1.com 797アットマーク fmgino1.com までお願いします。はい、コインもね、なんかね、動画も遅れてるからこれ見ない方がいいね。なんかね、ちょっと変な感じするね、いつもと違うから。ちょっともう最近こういうあの YouTube とか見てたらさ、うんうん、いろんな最新の情報が溢れてるわけよ。これ YouTube で知ったの、リキさん？そうそうそう。へー。YouTube で知って、うん、あの興味あってさ、うんうんうん、結構俺ってあの年齢の割には、うん、みんなよりブログとか、うん、この Facebook とか、うん、ああいうのはあの早い方なんだよね。そうだね、うんうん、いや入り方っていうのは俺の同級生とか周りがまだやってない時にやってるから、あ、そういうこと、早い方なんだろうなって思ってるんだけどさ、うんうん、そうそう、でどん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 ね、あの、ブログから、ね、こういう、まあ、ツイッターも一時期やったんだけど、うん、今やってなくて、うん、でもツイッターはかなり使われてるみたいだから、うん、ツイッターもまた復活しようかなと思ったんだけど、うんうん、今 SNS 的にはね、やっぱりもう、うん、Facebook ぐらいだからさ、あ、今、うん、うんうんうん、だからこのショールームもすごく、あの、気になっていて、これから、ま、めちゃくちゃ伸びる、あの、プラットフォームだと思うからさ、うん、ちょっともう勉強がてらというか、うんうん、あのね、今日ゲストさんいないから試しにこの配信してみようかなと思って、うんうん、これなんだろうね、コメントとか来たりするの？もう来たりするみたいよ。まあここの辺のね、詳しい内容またちょっと番組中でね、うん、あの話、僕が今知ってる限りで、ねうんうん、話していこうかなと思って、うんうんうん、まあツイキャスの皆さんももしあのショールームに関して、何か知ってることとか、うん、あればね、うん、あのお寄せいただきたいなと思います、まあ、実際いつもねカウント分かんないけど、そうそうそう、今日ね分かんないね、うんうん、でもこれキャン君これコメントにも入ってくるの？こっちコメントは入ってくる、入ってくる、はい、リアル、うん、いやいや今日はまあ通常ゲストさんいないときはね、あのアダムタイムを提出するんですけど、うん、アダムタイムも全部スマホに入ってたんですか？あ、そっか、今日は使えないね、うん、それもう配信中だから、うんうんうん、ね、はい、ではまもなく閉まってます。今売れてはい、どうもこんばんは。はい、こんばんは。レッツ深呼吸、今夜はですね、うん、ゲストさんいませんので、なんとあのショールームを配信しながら、お届けしてます。で、最近気になってますんでショールームについてちょっとあのお話したいなと思って、まあ、チーカーもね知らないっていうことなんで、うん、そうですね、うん、あのまずね最初に知ったのは、待って、まずこれはアプリのことだよね。アプリ、アプリ、うんうんうん、ショールームっていうアプリだよね。ダウンロードしてで登録して、はいはい、で、配信するんだよね、うん、自分のなんていうかな、その番組名みたいなねタイトルつけて、うんうんうん、で自分のまた自分が登場しなくてもあのアバターになってこう観客になったりとかね、うんうんうん、いろいろできるから、うんうんうん、それ面白い仕組みだなと思って、まあこれをね最初に知ったのは、毎朝 YouTube でちょっと勉強してる時に、うん、あのホリエモンとかよく見てるんだよね、うんうんうん、でその中で、いきなりっていうか突如
前田裕二さんっていう人が出てきてさ、うん、でその方は、ホリエモンと対談してる時のこの YouTube だったんだけど、秋元康さんから紹介されたらしいんだよね、うん、ホリエモンに、うんうん、俺もすごいあのやつがいるよってことで、うん、会ってみてって感じで、うん、でその方が前田裕二さんという方だったんだけど、うん、その方は今現在31歳で、若いね、うん、ショールームの、 あの代表取締役社長なんだけど、うん、もう生い立ちもすごくてさ、うんうんうん、もう本当に悲惨な生い立ちで、うん、母親と、10歳上の一回り上かな、10歳上のお兄さんと、うん、で前田裕二さんと 3名で暮らしてたんだけど、うん、お父さんは、まあ、もう生まれた頃からって物心ついた頃からいなかったらしいんだけどね、うん、でお母さんも8歳の時に亡くなって、で、親戚をたらい回しされたりとかして、うんうんうん、で本当に貧しかったから、うん、小学2年の時に、うん、近くのコンビニ行って、うん、雇ってくれませんかとかっつって、うん、小学校時給800円のところ400円でいいですからっつってね、行ったりして、うん、もうとにかくもうその頃からハングリーで、うん、貪欲で、うん、なんて世の中は本当にこうやって冷たいんだとかね、うん、もう、うん、そういう、もう感じで育ってきながら、うんうん、まあ、それでもね、ちゃんと慶応大学出たりとか、うん、で外資系のね証券、まあ、アメリカで、勤めてたりとかして、うんうん、まあ、大学の資金とかは、本人がミュージシャンでね、路上ライブで、うん、稼いだお金で、うん、学費当ててたりしてたみたいなんだけど、アメリカとか行ったりとかしてね、うんうん、でそれで帰ってきて、DeNA の創業者であるカリスマ的な創業者の難波さんっていう女性の社長がいるんだけど、うん、その難波さんに、ずっとラブコールされながら引き抜かれて、うん、DeNA に入社したんだよね、うん、で DeNA の中で何か、企業を立ち上げたいってことで、うん、DeNA の中でそのショールームを立ち上げたわけよ、うんうん、だけど本人は初めから立ち上げて後に分社化っていうかね、子会社化にするっていう計画だったらしいから、うんうん、そのまんま子会社になって、うん、今代表取締役社長としてね、うん、ショールームの社長でいて、独立してから今3年目なのかな、うん、もう、ショールーム見てる人がもう150万人ぐらいいて、でショールームで、このショールーム自体が何なのかって言ったら、簡単に言えば、うん、路上ライブとか、もう本人がやってたから、うん、路上ライブとかやって、ギターケースとかに投げ銭するじゃん、うんうん、100円とか1000円とか入れてね、うんうん、あれのこのネット版だわけ、うん、もう個人が、うん、本当に路上ライブ的な感じでこれを使ってるわけ、このスマホ、このショールームをね、はいはいはい、使って、うん、でどんどんファンがついてきたりとかして、うん、でお金も課金、投げ銭、実際この人応援したいからっつって、うん、100円とか1000円とか、うん、で課金できるようになってるわけよね。へー。でこれで実際、ショールームで、10日1週間でかな、うん、1週間で最高1000万稼いだ人がいるらしい、うん、すごい。で、AKB とか、うん、乃木坂46とかね、うん、ああいうもう本当のもうタレントさんも、うん、結構使ってるらしい、うんうん、個人でだから配信してるわけよ、うんうん、毎朝5時半に配信してたりとかね、うん、その AKB のメンバーとか、うん、乃木坂46のあるもうランキングに入らないぐらいのね、うんうん、メンバーが毎朝5時半に自分を PR して売ってたら、うん、この人気ランキングが上がってきてね、へセンターに立ったとかね、うんうん、すごいね。だから使い方によってはものすごい、だからこれ使ってる人はだからモデルさんとか芸人さんとかミュージシャンとか、
もういろんなもう素人が、使ったりとか、うんうんうん、で、ね、俺もこうやって配信したりとかして、うん、で僕のタイトルはもうまず何しようかなと思ったらもう沖縄だし、うん、沖縄に興味持ってる人が見たらいいかなとか、うん、沖縄 の, あの東シナ海の綺麗な夕日とかね、うんうん、ああいうのあの風景撮ったりしてもいいかなと思って、うん、沖縄ストーリーっていうタイトルでね、うん、立ち上げたんだけど、だからまあ実験的に今僕の方はね、うんうん、ショールームこうやってるんだけど、これって本当にねかなりあの時代新しい、またなんていうかな時代の、うんうんうん、などっかにあの会社に勤めるとか、うん、勤めないと飯食っていけないとかじゃなくて、そうだよね、こういうのでね個人でね、うん、本当に個性がある人って、うんうん、実際引きこもりなんだけど、うん、すごいいいものを持ってるとか、うんうんうん、まあ多分ヒカキンとかもそんな感じだと思うんだけど、うんうん、ああいう感じで自分の部屋でね、うん、なんかパフォーマンスしたりとか、うんうんうん、そういったのをやってファンを つけて、うん、でそれが実際課金になる、投げ銭になる、うんうん、応援したいっていうことで、うん、稼げるっていうのはすごいと思う、うん、夢があるよねなんかね、これね、うん、だからチーカーもできるんだよ、だからいね、うん、こういうのを本当にレクチャーしてさ、うん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 、やり方使い方教わったらさ、うん、ほーすごい面白いね、うん、これ、うん、で個人の得意なこととか、うん、なんかあるじゃん、ちょっとした手品とかさ、うんうん、モノマネでも何でもいいんだけど、うん、そういうのをここで配信しながら、これ配信したらもう一気に何百人とか、うん、何千人の人が見るらしいんだよ、もう登録者も150万人いるから、うんうんうん、で俺がこうやって配信したらもう通りすがりの人が何やってるのかなってもう見てるわけ、多分ここでわさ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 してるのはアバターの人が見に来てるわけ、うんうん、おそういうこと、うんうん、観客がもういるような感じで、うんうんうん、そんなだからね、うん、面白いよね、うんうん、誰こいつみたいな感じで見てるかもしれないけど、うん、まあ、実際はね、もうコメントとか見れるはずなんだよね、コメントとか見ながらその、うん、誰々さんいらっしゃいとか、うん、あほら沖縄から配信ですかって来てたり、あ実際はいろいろね、そうなんですよ、沖縄から今、ね、沖縄からの、はい、FM ギノワンの生放送、はい、生配信中ですね、うん、あ高松真理さんこんばん は, こんばんは、久しぶりだね、久しぶりです、高松真理さんを知ってるかな、ショールーム、今アプリのショールームも今放送しながら、うん、レッツ深呼吸をね、放送してます、いや変な感じだね、こうやってダブル放送みたいな、うんうん、ショールームもね実験的に放送しながらだけど、うん、面白いですね、うん、だからこれはねこの、前田裕二さんのこの考え方がすごく素晴らしくて、うんうん、まあ、日本でもまあね、昨日一昨日ぐらいの嵐のね、うんうんうん、休止宣言があったけど、はい、うん、ああいう嵐とかめちゃくちゃ人気がある人でも、うん、まあ、ABEX とかね、ああいう事務所で、うん、まあ、ジャニーズでもいろんなドームツアーとか、うん、なんとかって観客を入れようとしてもさ、うん、このキャパシティが決まってるじゃん、うんうんうん、東京ドームだったら、まあね、5万人入るのかな、うん、あステージ入れたらそんな入らないか3万5千とか、うん、もうキャパシティ決まってて、うん、で年間どれだけやるっていうこのあれも決まってれば、うん、その数以上にはもう、はい、興行できないわけよ、うん、商品出してもそれ以上入らないわけさ、もうキャパが決まってるから、うんうん、でもこういう世界っていうのは、うん、もう数千万人とか可能性があるわけ、うん、で、うんうんうん、全世界で今やろうとしてるから、うん、この前田裕二さんもね、うんうん、世界を視野に考えてて、だからもうものすごい、だから箱に入るとかじゃなくて、うん、こうやって見るやつだからさ、うん、すごくこう可能性が大きいわけ、うん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 、そうだね、うん、
だから今年来年ぐらいあたりあれかな、あのもう世界デビューっていうかね、うん、それも考えてるみたいなんだけど、うーん、ものすごい僕興味持っててこれに、うん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 、あこんなのをやっぱ考えて出す人がいるんだって、うん、だからこのユーストリームとか、はい、あのツイキャスとか、うん、まあ、YouTube ニコ動とかでも、まあ、YouTube は特にそうだけど、あのヒカキンとかのあれだけアクセス見てる人がいるから、うん、スポンサーがついていくらってヒカキンにお金が入ってるじゃん、うんうんうん、これの場合はそのスポンサーじゃなくて、うん、もう本当に一ファンがどんどんついてきて、うん、投げ銭なわけよ。うーん、あこの人応援したいから500円とか1000円とかって感じ、うん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 、高松マリさんがコインとかって入れるみたいな感じでね、いいね、うん、モチベーション上がるねこれね。あ、NGT のやつで有名になりましたね。 NGT ってなんだろうな。 NGT48 じゃないですか。ああ、そうなの、これ名古屋のってこと。ナンバーじゃなかったですかね、あの大阪。あ、ナンバー花月の、そうなんだ。で有名になったんだ。だからあの AKB 関係の人はもう何百人って登録してるみたいよ。うーん、このショールームを活用してやってるらしいんだよね。だからこれね、本当にちょっといち早く注目して、うんうん、あのこうやって商売になるんだったら、うん、これ FM ギノワンにもちょっと提案したいんだけどさ、ちょっと独特な感性持ってるあのなんかねいるじゃない、この、うん、MC の人が、例えば早見とかね、うんうん、あんなあの天然ボケみたいな、うん、ああいう子が沖縄のいろんなとこを紹介するみたいなね、うん、コンベンションビューローからある程度お金資金をもらって、で沖縄の楽しいところとか普通の文化とかね、ああいうところをこのショールームを使って取材しながらやっていって、うん、そしたらファンがついていったら、うん、でそこで仕事になると思うんだよね。うーん、人気が出てね、やったら、うん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 、これだからずっと外にも持っていけるし、うん、いろんな祭りとかイベントに、うん、とかあの海沿いに行ってね、うんうん、やったりとか美浜の夜景見ながらとかね、うん、やったら面白いんじゃないかなと思ってね。うーん、あ、でもいろいろ使えるね、うん、あ、もうすぐ30分来るからツイキャスの皆さん、高松マリさんもコインお願いします。5連入ってます。あ、入ってる今日。高松マリさんが5枚いただいてます。あ、そうなの。え、いつ、あ、入ってきた時にすぐ。 ありがとうございます。ありがとうございます。わがまま言っちゃったね。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。あ、ね、自分たちでもコインやろうって言ってたのにね、うん、今日なんかね、ちょっと違ってるからやり方が。あ、ね、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。いやね、うん、これあのいずれね、あのこのショールームを使いこなして、うんうん、こうやってダブル配信でやっていきたいなって、うんうんうん、ちょっと、妄想中です、うん、高松マリーさんやってるよって。あ、え、ショールームやってるってこと。ね、ショールームをやってるってことなのかな。いやいや違うよね、あのコインかな、うん、だよね、はい、ちょっとやっぱり時間差があるからね、うんうんうん、今日高松マリさんいつもの、ツイキャスと違ってね、自分たちの目の前にあるあの画面がだいぶ何秒か遅れて動いてるから、うんうん、ちょっと返事も変な感じなんだよね。あ、いやいや、コイン、はい、ありがとうございます。いやいやいや、本当にね、あのもうこんな時代だよ、とにかく、うんうん、すごいな。ついていけないとダメだと思うんだよね。うん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 、うん、これはちょっと早速帰ったらまた再度調べてみます、うん、ビジネスチャンスも逃しちゃうし、うんうん、もう早者勝ちっていうかさ、こういったのも先に手掛けた人物勝ちだし、うん、まあ何かが人気出て、ああこれ人気があるからやろうって言ったらもう2番煎じ3番煎じだったら、うんうん、やっぱ注目度も違うじゃん、うん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 、もう本当にもう
ヒカキン見てたらもうそう思うよね。うーん、もう9年前まではど素人でしょ。うんうんうん、ねえ、これすごいよね、うん、一気にバーンだからね、うん、素晴らしい。いやいや、だからこういうのもね、うん、実際ショールームも最初の立ち上げは大変だったみたいよ。うん、うん、まあ、その辺ね、あの立ち上げの、うんうん、ね、話も知ってるから、はい、後半ね、うん、それ話していきましょう。はい、はい、高松マリーさん、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、この遅れた動画っていうのは相手方にもそのタイミングで見られてます、うん。あ、そうなんだ。通常僕たちが今モニタリングしてる画面をそこに映してこっちで配信してる状態なので。え、何？ショールーム配信は他の方の配信をご覧になってからの配信をするんですか？あれ、これどこから来たんだよ。ね、どこから来たんだよ、これ今このコメントみたいなの。あ、シャープさんっていう方が、へー、ありがとうございます、ね、コメントいただいてますね。あ、そうですよね。あ、ちなみに投票中になってますので投票終了した方がよろしいかと思います。投票を終了する。へー、ね、ありがとうございます。ショールームも見られてツイキャスの方で、ありがとうございます。本当に、へー、ね、ありがたい。使い方が ね、分かんない。初心者なので。そうだ、この画面だよね、うんうんうん、いやー、これずーっとコメントが流れるような感じにもしたいんだけど、あ、アイテムが投げられない状態って。アイテムが投げられない状態、これどうすればいいのかな。なんかやっぱいろいろなんだね。なんか CM 開けます。はい、こんばんは、ね、はい、今日のレッツ深呼吸は、うん、今日ゲストいませんので、ちょっとね最近気になってたアプリ、プラットフォームのショールームを実験的に流しながら、放送してます、うん、全然勝手が分かんなくてです ね今ちょっとね、ツイキャスで、はい、シャープさんから本当にご指摘いただきました、はい、ありがとうございます。いやー、本当これね、使いこなしたらもうすごいこれ、ね、プラットフォームだと思うし、うん、世界観が広がってくるよね、うん、そうだね、本当にね、うんうん、いろんなね、なんていうかな、もう年齢関係なく小学生、中学生、うん、まあ、もう本当におじいちゃん、おばあちゃんまでね、うん、いろんなね、人がいると思うんだよ、うん、もう世間出たらあっとびっくりするような、うんうん、芸を持ってたりとかさ、うん、いろんな得意な、ね、ところを持ってたりすると思うんだけど、うん、そういった人たちがこの個人で配信できるっていうね、うんうんうん、シャープさん来てますが、簡単に言うと、うん、ツイキャスは見てもらうアプリ、うん、ショールームは応援してもらうアプリ、あのような感じです。あ、そうですよね、なんかそんな感じで言ってましたね。本当に路上ライブをこのネットの中でやってるような感じで、うん、でどれだけね配信によってフォロワーがついてね、まあ、ファンがついて、それで投げ銭もらえるかとかね、応援してもらえるかっていう、感じの、アプリのプラットフォームなんだけど、もうと、うんうん、ものすごい、だから前田さん、前田裕二さんの話聞いてたりとか、うん、でそれにすごい興味持ってる、人たちの話を聞くと、うん、すごい可能性があるなと思ってね。うん、今もうめちゃくちゃ注目してるこれ、うんうん、ね、かな、でも確かに今日ね聞いたら気になってんだよ ね、めちゃくちゃ気になってる。なのでアイテムをたくさんもらわなければなりませんので、コメントはスルーはタブーなんだって。ああ、うんうんうん、そう、コメントがねどこで見れるのかなと思って、今見たら沖縄から配信ですかぐらいしか見れてないんだけど、うん、インしている人たちはアイテム入手のために
ルームに来ています。アイテム、アイテム入手、アイテム入手ってなんだろうな、ね、うん、ふわっちとはどう違うの。ふわっちってなんだ新しいのが出てきたね。ああ、声掛けをして応援してもらえるようにしていくのです。それがアイテム入手ってことなのかな。あの今現在ね、これ827っていう数字が出てるから、うんうん、827名が見てるってことなのか、うん、そうなのそうなの。あらあら、またコメント来た。沖縄って、そうです、沖縄の、宜野湾市から配信してます、はい。世間、皆県外の人から、知られてるのは、普天間基地、うん、普天間基地があるのが宜野湾市なんですけど、そのすぐ横にある、FM 宜野湾っていう、放送局から、レッツ深呼吸っていう番組でね、はい、放送してます、ね、ちょっと他のルームをいろいろ見ながら、うん、ちょっと勉強してみたいなと思います。本当に登録したばっかりでさ、うんうんうんね、ちょっと試しにって感じなんで、うん、ね、いろいろ教えてもらえるとありがたいですね、はい、シャープさんありがとうございます、ね、ありがとうございます。いや、だからね、ググってみたわけ、うん、ショールームの使い方とかってやったら、うんうんうん、そんなに詳しく載ってないんだよね。まだ新しいからってこと？いや、ね、うん、新しい、ね、こんな具体的なね、うんうん、使い方っていうのが載ってなくてね。うーん、やっぱこなしていくしかないんだね、うん。ルームを観覧するともらえるアイテムがありまして、それを集めて応援しているルームにアイテムを投げます。あ、そういうことか。ルームを観覧するともらえるアイテム、うーん、え、こっちからあげるのかな、あ、それとも自動的にこれはもらえるのかな。ショールームさんが用意してるのがあって、うんうんうん、それがもらえるってことなのかな、うん、おー、それ集めて応援してる、うーん、おー、アイテムも投げます。観覧人数は一度来た人は抜けても減りません。あ、うん、あ、そうなんだ。じゃあ、あの素通りした人たちが、通った人たちが868名ってことなんだね。まあ、抜けたら減るとかじゃなくて、うん、とりあえず来た人はもうカウントされるってことですね。なんかなってちょこっと覗いた人も含めてってことね。わあ、やっぱりこれをこうやって放送してる間でも894ってどんどんカウントがね上がっていくだね、すごいな。ああ、シャープさん、なので今現在たとえ人が見てなくても観覧数が多数になります。うーん、あ、そういうことか。まあ、この番組はあの1時間生放送なんですけど、うんうん、生放送中にチラ見でも覗き見しただけでも、ずっとね、ずっとカウントされていくってことですね、うんうんうん。ありがとうございます、配信頑張ってくださいねって。 ありがとうございます。これ何さんかっていうのが見えないんだな。これは名前が出ないのかな。はい、うん、ありがとうございます。皆さんどちらからご覧になってるんですかね、うん、はい、ね、気になるね。沖縄のこの放送を、うん、今外気が今16度ぐらいかな、うんうん、気温はねそのぐらいで、まあ、沖縄にしてはまたちょっとねひんやりしてる涼しい感じですけどね、どちらから見てるのからはどんどん数字上がって今918まで来てるね。だって150万人が登録してるからね、うん、まあそうだね。で、なんていうかな、このジャンルがあって、うん、僕の場合はもうなんか素人じゃない、なんか普通のところのなんかあれだっけよ、番組っていうか、うんうんうん、なんていうかな、ああいう AKB とかさ、うん、ああいう人たちはまた別のところにチャンネルにいるわけ。あちゃらさんですか。あちゃらさんありがとうございます、ね、ありがとうございます。青森県ですね。ほう、寒いね。今マイナス10度。わお、想像できない。マイナス10。
明日から大阪行きますけど、大阪でもそんなに寒くないみたいだね。明日明後日が最低気温が3度とかね、2度とか1度とか、最低気温がそのぐらいだったから、最高気温も10度ぐらいだったから、そんなに寒くないよね、うん、沖縄も 2,3 日前朝方とか13度まで下がってたんで、それでもめちゃくちゃ寒いからね、うん、マイナス10って本当想像できない。青森県はね、うん、かなり上だし寒そうだね、うん、いやいやいや、これ面白いよね絶対ね、うんうん、今後も、毎週火曜日の、6時からの生放送なんですけど、多分ねこのショールームの、設定の中で、次回の放送はとか、うん、予告ができるようなとこがあったからさ、あ、いやあちゃらさんありがとうございます。フォローさせていただきました。ありがとうございます。第1号です ね、第1号、あちゃらさん第1号です、ね、よろしくお願いします。おめでとうございます。まあ、いろいろあの青森の方からね、沖縄の情報を伝えられたらなと思いますね、うんうんうん、青森に沖縄の情報をね、はい、逆に、青森じゃないよね、うん、青森情報をまたね沖縄に伝えてもらえれば、うんうん、まあ、僕はあのスキーが好きで、まあ去年までは毎年北海道に行ってましたけど、毎年行ってたんだ、うん、あ、実は今年も行くんだ。あった2月のね、21日から21、22、23北海道、ちょっとスキーも予定してますけどね、行けますね久しぶり、うん、いや大好きなんだよねああいうあの雪、うんうんうん、雪景色とかね、沖縄にはないからね、うん、あのあれじゃん、俺ってねロマンチストじゃん、出た、はい俺ってああそうね、シャープさんスケジュール設定できますよね、うん、確かタイムスケジュール設定できます、うん、そういうね機能もあったと思うんで、うん、はい、ね、ツイキャス高松マリーさんもすごいですねってね、アプリ撮ってみてもね、うん、いいかもですね、これちょっとね本当に面白そうなアプリです。高松マリーさんもあのショールームぜひ見てみたらいいですよ、うん、面白いですよ本当に。もう参加型だからね、うんうんうん、あの見る方も参加できるし、うん、で面白いなと思ったらまた自分のねなんか得意なところを配信したりとか、うんうんうん、スケボーが好きな人だったらね固定してスケボーをね、うんうん、やってるところを披露したりとかさ、うんうんうん、今なんていうかな、前田裕二さんが言ってたんだけど40何歳ぐらい あの主婦の方で、うん、アイドルになりたかったらしい、うん、人なりたかったらしいんだよね、はいはい、この主婦の方が、うん、で、カラオケで一生懸命、歌ってるのを配信してるらしいんだよショールームで。うーん、すごいファンがついてるってまた。へだそういうのもあるんだよ、だから面白いじゃん、うん、いいね、素人でも、うん、夢が叶えられたじゃん。この辺のおっさんでもさ使い方が分かったら、うん、沖縄に面白いおっさんいっぱいいるからね、おっさんおばさんね。そうだね、おじさんみたいなおばさんとかねおばさんみたいなおじさんとかねいっぱいいるからね。大阪でもめちゃくちゃ多いじゃん、うんうん、面白いおばちゃんとかね、うんうんうん、こういうのはだからたくさんファンがつくんじゃないかなと思うんだよね、うん、いいね、はい、あちゃらさんは、節分は節分って書いてある。でもこっちからもう全く見えない字が。あ、ジーマーミー、あ、食べるんですか、ジーマーミー豆腐。ああ、ジーマーミー豆腐、うん、いや節分には食べないんだけど、まあ、普段からも好きだからねジーマーミー豆腐。うん、美味しいよね。美味しいね。沖縄にしかないんだよねあれね、確かね、うん、だから観光客の人もねよくお土産で、あ、ジーマミ、ああ、節分にはジーマミを食べるんですかってことか。ジーマミってピーナッツでしょ。うん、まあ、ピーナッツとも限らんよねピーナッツも食べるところはあるかもだけど、うんうん、ああそうね、高松マリさん三味線の練習とかもね、うんうんうん、あ、なんかあそうだね、いいかもしれんね、勇気があれば確かに、
シャープさん、キャス配信で、慣れてると、うん、ショールームでは少し理解しづらいことがあるので、うん、本当に、観覧してから審査するの、本当そうですね、ありがとうございます。全くのもうあの素人で、うん、たま、もうちょっと配信してみようかなっていう感じで、うん、ちょっと今日は冒険ですね、試みてみて、その結果やっぱりこうやってシャープさんからこうやってアドバイス受けたんで、うん、あ、よかったなと思って、でね、チャラさんもね、うん、フォローしてくれたんでね、ありがたい。チャラさんともね出会いましたし、うん、あちゃらさんね、あちゃらさん、うん、いやこれ試しにやってみてよかった本当に、うん、ああすごい初めて知った。また新たなねアイテムが増えましたね、うちの番組にも、うん、うん、これからまたいろんなね、普段あのゲストさんお見えになって、ゲストさんといろんなトークを、していきますので、うん、その時もねぜひ、ね、チェックしてフォローしてる人たちがね、まあ、楽しめるようなゲストさんトークをね、うん、していきたいなと思いますね、うんうん、はい、いやもうこれからまた楽しみが増えたからね、うん、こういっぱいこうあのコメントが来たらこれ結構あれだよ ね、コメント見るちょっと大変だね、ちこち ね忙しいけどでも楽しいな、確か沖縄は落花生のことジンワミ、そう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 なんですよ、はい、ピーナッツね、うんうんうん、あ、またシャープさん、初配信と2回目配信はおすすめライブトップにあるのでたくさん人が来ます。あ、へえ、そうなんだ、あ、詳しいです ねシャープさんね、もうね、これ使ってどれぐらいなんだろう、いや、シャープさんたまたま僕らのこのね、あのツイキャスを見てくれてて、ね、たまたま知ってたのかな、あれじゃない、あのショールームを見てから、うん、ショールームを見てて、あとショールームは他のアプリより NG が厳しいと思います、気をつけてください、わーお、あ、僕ら結構この番組 NG バード多いけど、これは気をつけないといけないね、厳しいんですね、そうなんだ、はい、うん、たまにチーカーがおっぱいペロって出したりするけど、ちょっと待って、こんなのそういうのこれで今言わないで、はい、ないからねそうだよこれ冗談ですけどね、いやこういった冗談も多分、うんうん、通じないかもしれない、あ、そうなんだね、うん、結構ね、あの厳しい規約があった、確か、うん、これ登録するときに、うんうんうん、こういうのはダメですよとかね、うんうんうん、あ、そっか、 BGM とかの著作権とかね、うんうんうん、そういったのも、確かね、ショールームさんは、CBS ソニーさんとこの契約してたりとか、うん、結構大手のね、音楽会社ともつながってたり、してるから、そういったところ著作権とかも非常に厳しいかもしれない、うん、そうなんだ、あの本当にあの登録の規約が細かくて、うんうん、あのこういうのはダメですとかね、うんうんうん、こういうのはもうあの配信止めますとかって、うんうんうん、結構細かく載ってたね、うん、もうリキさんちょっと出禁にならないように気をつけないとね危ないね、リキさんは一番だからね、うん、普段この番組はあのね、何でもありだからさ、うんうんうん、これちょっと慎んでショールームを配信するときは気をつけないといけない ね大人になろうねこれからは、はい、あ、カラオケはアプリ内のカラオケのみ、楽曲は申請しなければダメです。なるほどね、本当、うん、シャープさん詳しいですね。おー、シャープさんもしかしたらショールームの関係者かなあーね、本当に詳しいねえ、そうそうそう、あ、そう、アイウェオはアイウイオ、アイウイオ、どうした、いや沖縄ではそういうのかなって感じかな、うん、ね、ちゃんと、そう、ね、コメントもね、いろいろ来てるんですけれども、あのでもね、コメントのこれ誰かっていうのを覚えないといけないんだ、あ、そうだね、うん、うんうんうん、この毎回、あ、出てはいるのかな、字は薄いけど、あ、累計はもう1141名なんだ、ね、これすごいね、やっぱりね、うん、すごいね、
あ、ツイキャス配信は昨年で引退しました。あ、ツイキャスもされてたんですね。あ、じゃあ今はもうショールームで何か配信してるってことなのかな。なるほど。いや実際ね、あのツイキャスのアプリを見てたら、うんうん、あの個人でねカリスマ的な人がいて、うん、ものすごいフォロワーがいっぱいいて、うん、自宅でこういろいろ撮ってたりしてるんだよね。うーん、ツイキャス、うん、おね、うん、お姉系の人とかね、うん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 、ちょっとあの可愛い系のね、うん、あの女の子とか、うん、人妻とかさ、うんうんうん、へ面白いよ。でもあのツイキャスの個人のねあれ見てても、うんうんうん、こういったのがね、どんどんこの世の中に配信されてきたら、うん、ますますこのテレビ見なくなるね。うん、もうテレビつまんないもんね。今もうテレビつまんないって人が増えてるからね。うん、ほんとね、うん、テレビ離れするね。こういうの楽しくて。シャープさん、今はショールーム配信者です。やっぱそうなんだね。あ、使ってないと分かんないよね、そこまで。へえ、ねえ、シャープさんのも見てみたいですね。ね、どういう配信されてるかね。そういったやり取りもこのショールームのやりながらね、このできるのかな。自分こんな番組持っても、あ、そうか、コメントに入れればいいのかな。もう本当にまだまだあの使い勝手が分かんなくて、ちょっと来週のね配信までまた勉強しときますんで、うん、でも今日はね、ちょっと勉強になりましたね。シャープさんとかも来てくれて、シャープさんまたあの、来週火曜日の6時、また放送しますので、うん、本当の配信初心者さんだと、うん、ショールームの場合、初配信で、うん、ベテランさんがいろいろ教えてくれるコメントをくれてます。へー、あー、親切。そうなんだ。あ、うん、コメントね、あ、このまだねショールームの中ではそういったベテランの方のコメントし、うんうんうん、まだないんですけど、それまで至ってないってことなんだな、僕の配信がね僕らのねだからまあこの列深呼吸だけじゃなくて、うん、僕個人的にも、いろんな沖縄のね、綺麗な風景とか、沖縄の文化らしいところを、配信していきたいなと思ってるんで、うんうん、ショールームの中で、まあその中で、毎週火曜日、の6時はこの列深呼吸でもなるべくショールーム配信ねしていきたいなって思ってます。はい、はい、シャープさんですが、FM 生放送だったので、おそらく教えたガーリーさんたちがコメントしてくれない。あ、そっか、うんうん、あ、FM の生放送だから、あ、なかなか、コメントしづらいっていうのもあるのかな。うーん、あー、まあ大丈夫ですよ。でもこの番組ね割と緩い感じで、進めてますんで、はい、っていう感じで今日ね、試験的にショールームを、やりながらでしたけど、うんうん、もう残り3分をね切ってしまいましたね、うん、あっという間ですね、はい、だから1時間こうやって、いろいろねこっちからまた情報配信しながら、ショールームの方ともね、コメントやり取りしながら楽しめたら、またこの番組のね面白さもまた、ね、増してくるんじゃないかな、うん、そうですね、いろんな方に見てもらえたらね本当嬉しいですね、うん、コメントも。うん、シャープさん慌ててこちらに来ました。自分も初めて配信は、ルーム観覧せず配信して混乱したのでうーん、ね、ありがたい。でも本当にこのアドバイスがまた効いてますんで、ね、しっかりこの1週間でルームか、ね、観覧してから、うんうん、勉強してみたいと思います、ね、私もちょっと家帰ったらアプリ取ります。早速見てみる、はい、こうあの何さんでしたっけ、あらあちゃら、あちゃらさん、うん、あちゃらさん、ね、ありがとうございました。ね、ありがとうございます。ということで、今日のね、列深呼吸、はい、あとね、1分足らずですけど、来週のね、お届けは、2月の、5日、はい、
2月5日 の、 あの放送ですね、6時からの放送ですけど、うん、ゲストさん、来られる予定になってます。お、はいはい、あのまあ日本青年会議所、ね、沖縄地区担当常任理事、うん、ちょっと堅苦しい肩書きですけど、うんうん、ね、宮国圭作さんをね、うん、お招きして、はい、まあ、彼がいろいろね、全国で見てきた、体験してきた、うん、で今のこういう何ていうかな、ネット社会でのこういうものも含めてね、うん、いろいろ話していきたいなと思いますんで、シャープさんも本当ありがとうございました、ね、ございます、これからもよろしくお願いします。ね、お願いします。いえいえ、本当にありがとうございました。助かりました、ね、助かりました、本当に。はい、松原さんもまた来週お会いしましょう。はい、それでは、レッツ深呼吸、はい、この放送はリッキーとチカの何リッキーとチカでお届けしました。はい、はい、皆さんね、インフルエンザ流行ってますんで、体調には気をつけて、はい、過ごしてください。また来週2月5日に、お会いしたいと思います。それでは今日ご覧いただいた皆さん、お付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。はい、ありがとう。さよなら。坂本マリーさんもありがとう。坂本さん、ありがとうございます。ショールームのこれも、これどこで終わるのかな。待って。待って。配信の、あ。